中野太志川、日本の俳優、スターダストプロモーション所属、東京都出身、同じく俳優である、中野秀夫の次男、元海老団、2006年、13歳の時に芸能界入りし、テレビドラマ、新宿の母物語で、俳優デビュー、小学生の時にドラマ、ウォーターボーイズに感動したことがきっかけで同作に、興味を持ち、主演の山田孝之に憧れを持つ。 映画バッテリーのオーディションに合格後共演した林健人が山田と同じ所属事務所だったことから関係者に直談判しスターダストプロモーションと契約に至った山田高幸とは後に映画モンスターズモンスターズ50回目のファーストキスなどで共演を果たしている2007年には NHK 大河ドラマに初出演し2008年 映画、ナス少年期ではオーディションを経て、主演に抜擢され、劇中で、ナレーションにも挑戦した。その後は、多くの映画やドラマ、CM、舞台などで、活躍の場を広げる。2014年、第6回多摩映画賞にて須田正樹と共に、最優秀新人男優賞を受賞。2015年、桑村沙やか脚本による、オリジナル月級ドラマ、恋中で、 主人公の友人役を担当。最終話ではツイートカースティングに参加、ネット上で話題になった。ツイキャスがテレビ番組と連動するのは当時初の試みであった。2016年、工藤勘九郎脚本のオリジナル社会ドラマ、ゆとりですが何か。日本テレビ系でゆとりモンスター、山岸博武を演じて一躍脚光を浴びた。インタビューで、工藤は、ふとの講演により、 山岸のキャラクターを成立できたと述べている。同年7月クールには、TBS 系ドラマ日曜劇場、青げば、尊しで、パンチパーマに、ヒゲが、トレードマークのアロハシャツを着こなす。個性的な役を演じて、反響を得た。また、芸歴10年の節目にあたり、なかなか認められず苦しかった、役を通じ知ってもらえてありがたい。ここからスタートだという気持ちもあると共中を明かしている。 中川龍太郎監督の実体験に基づいた映画、走れ、絶望に追いつかれない、速さで、で主演を務め、難役について、ふとしが監督を見ていて、僕も作品の中で戸惑いながら、精一杯生きていけたらいいと思って、全力でやったと撮影後に明かした。第69回カンヌ国際映画祭、ある視点部門で最高賞に次ぐ、審査員賞を受賞した、淵に立つに出演。 深田浩二監督は、太賀の演技に関して、重要性があると高く評価しており、脚本は、当て書きをしたと語っている。第38回横浜映画祭にて、最優秀新人賞を受賞。2017年、てっぺん、水ドラ、レンタルの恋で恋に落ちる、大学生をコミカルに演じ、クレジット順においては連続ドラマ自身初となる2番手、起用された。ゆとりですが何か。 スピンオフドラマ、山岸ですが何かでは、主演を経て、撮影時における苦労話や山岸博夢を演じるに、当たり、モデルとなった後輩の存在がいたことが、明らかになった。NHK ドラマ、1942年のプレイボール、で主演。撮影前には共演の勝次良、斉藤し樹、福山公平と4人で、ホテルで合宿し、 共に4兄弟役を務める俳優同士班を深めたという。2018年、深田康二監督の海を駆けるでは、クランクインの2ヶ月前からインドネシア語を勉強し、ディーン・フジオカから食事方法などの所作を教わり、撮影現場では大賀万者と呼ばれ、マスコット的な存在だったという。また、福田雄一監督が初めて手がけるラブストーリー、50回目のファーストキスに、 出演し、ふとしがのアドリブを見た福田が台本を新たに書き換え、福田組の常連である佐藤二郎、室津義からも賞賛を受け、撮影中は筋トレなどをして役作りに励んだ。2019年6月24日より芸名を中野ふとしがに改める。本名の中野と仲間との出会いが俳優人生の財産であると実感したことから、中野の表記を選んだという、父。 中野秀夫との親子関係はオープンにしてないが、良好である。いい旅、夢気分家族で行きたい。夏のおすすめ旅6000に親子で出演。また、フィルムファクトリーチョコレートのある生活では、中野が監督、脚本に挑戦した短編ドラマ作品に出演している。趣味はカメラ。幼い頃からカメラが好きで、初めて手にしたコンパクトデジタルカメラは、お年玉で購入。 フィルムカメラも愛用している。2016年9月にリニューアルされた東京都写真美術館を訪れており、写真家の川島小鳥と2016年9月21日から2017年1月20日までコラボ連載し、太志がの日々変化していく表情を約1年間に渡り撮影した鹿番写真集、道にちなんだ写真展が開催された。2017年5月19日に、 カットでカメラマンデビューを果たし、10月19日11月号より連載がスタートする2017年に雑誌の企画で人間ドックを受診した際に正しい血液型が判明した主演は役名を太字で表記。2014年2016年ありがとうございます。